ポン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 タンズです。はい、ということで今日から対戦が始まるんですけど、はい、ここ変じゃない大丈夫まあ、これにしたのは2つ理由があって、はい、まあ、1つ目は初めて見た人がね、はい、あってちょっと目につきやすい格好にしたかったっていうのと、はい、こうなんかあオーバーオールの2人組かみたいな感じで覚えてもらえたらなって思ったのと、あとシンプルにこれから対戦が始まるにあたって汚れる企画も絶対あると踏んだので、まあ、汚してもいいように、はい、まあ良いお値段でこう買ってきました。私がピンクでこっちがうんこ色です。マスタードです。何でも対決するチャンネルってことでね。はい、何でも対決する。なんでやめなさい。なピンクだけ安かった。ピンクだけ安かったんです。良いお値段って言ってますけど大した値段じゃないです。1980円で買ってきましたので、はい、じゃあで対戦したいダイエット、ね、黄色がなかったんだよね。そうなかったの。だからマスタードで頑張ります、はい、頑張ります。ということで5番勝負なんですが、はい、今週の罰ゲームは、はい、負けた方がルームツアーということで、自分の部屋の動画を撮っていただきます。まあ汚いかもしれないですけど、まあ、そういうのも撮っていただけたのが罰ゲームとなっております。意義なし。意義あり。何？綺麗じゃないですか部屋。いや綺麗でもな、恥ずかしいよ。まあ確かに、うん、まあそういうのを撮っていただく。とっても恥ずかしい。乙女かい。乙女でしょ。そうでしょ。最初の対決は、はい、トマトジュース対決。今ですね、目の前に、トマトジュースが、こちら6つ並んでますね。このうち1つはデスソースが入っております。ですので、順番に飲んでいただきまして、デスソース入りのトマトジュースを飲んだ方が負けとなります。シンプルな、対決となっております。これは技術じゃないんですか？技術は一切ございません。まずは2人の運を試します。運試し、運が大事ですからね。確かに、やっぱりもう怖いな。何ぶっとる。それではじゃあ1つ目選んでください。せーのでさす。いいよ、OK、決まった。え、うん、せーの。おお。いいじゃん。え、どれか分かるんですか？誰？分からん。もう誰がするだろう。誰？もう一発目で決まるかも分からへんし。え、一気ですか？もう一気でいこう。グッといって。だってこいつめっちゃ臭いもん。うん、臭い。ここからでも匂う。いいよね。それでいきましょう。よっしゃ。せーの、乾杯。セーフ。うん、おお、美味しい、美味しい。おお、うん、美味しい。多分大丈夫。うん、多分大丈夫。うん、あの、それ分からへんはずはないから。本当？はい。うわ、怖っ。じゃあ次選択してください。決まった？どうする？うん、せーの。終わりましたね。それでは2杯目お願いします。せーの、乾杯。何やねその何やねそのリアクション。どう？アウト？あ、え、飲めんの？飲めんのやったら飲んでや。え、どういうこと？どっち？C でした。やったー。嬉しい。グモ。はい。ということで記念すべき1勝目は私 C でした。イエーイ。
死んでるんですけど。ね、ということでね、1勝目ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。コメントもたくさん待ってます。大丈夫ですか？ということで以上ポン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 タンズでした。また明日。おえつしてきたよな。